岡部さーんまゆりちゃーんはい。なんだか、とても懐かしいような気がします。僕、時々ラボに顔を出すんですけど、岡部さん、最近あんまり来ていませんよね。サークルに入ったんですかええー、岡部さん、今までテニスなんてやってましたっけ岡部さんって、やっぱりすごいです。ああ。 サークルの練習が忙しいんですね。はいえーそうですよね。すみません。もう、うー、ん、ベレーションあ、僕もそういうことありました。以前、お父さんに買い物を頼まれて、その帰りに荷物が重くて困っていたんです。そうしたら、あまねさんが通りかかって、何も言わずに、 持ってくださったんですよ。そんなこと当たり前だから、誰にも言うなって。言っちゃいましたけど。クリスマスパーティー僕も、あの、ところで、岡部さん診察は、どうでしたか勝っちゃったんですかへぇ<ー>。そんな。ありがとうございます。シーカラーゲーあいえ、僕の方こそ、ごめんなさい。よかった。 もう少し早く帰っていたら、岡部さんと入れ違いになっているところでした。はい。と言っても、別に大した用があったわけじゃないんです。差し入れを持ってきただけで、いただき物ですから。皆さんでどうぞ。あ<っ>実はこの後、お家にお客さんが来ることになってるんです。え、父のお客さんです。なぜか、僕にも同席してほしいと言われまして。 父は普段、同じ趣味を持った人を呼んで、長い時間話し込んだりするんです。難しい話ばかりで、僕にはよく理解できないので、普段はお茶を出すぐらいしかしないんですけど。どうして同席してほしいと言われたのか。そういうわけではないみたいなんですけど。この前のお客さんとは、有明がどうとか、晴海の頃はどうとか、 そういうお話をしてました。カビさんや橋田さんは、わかるんですかえ,えっと、それじゃあ僕はこれで、また来ますね。こんにちは、岡部さん,ん今、何か聞こえませんでしたか相談、ですかそうです。僕じゃ、お役に立てないかもしれないですけど。でも、お話くらいなら、そうです。 僕じゃ、お役に立てないかもしれないですけど。でも、お話くらいなら。とですか僕の方も、お父さんと、それから、うじ子の方たちにも聞いてみます。あ、これは、その、昨日、お父さんのお客さんが来るっていうお話は、しましたよね。実は、そのお客さんの一人が、しばらく、うちに滞在することになって、 僕もちょっと楽しいですしえ、はああいっしょおっしゃ大丈夫です僕だってこれくらいのよかったらお茶でも飲んでいってくださいそうですけど僕だって最近は少し力がついてきたんですよ今日も 岡部さんに言われた素振りだってああ。すみません。はい、今行きます。はい、ありがとうございました、岡部さん。岡部さん。す、すみません。今、大丈夫ですかあの、実は、その、僕、岡部さんに相談したいことがあって、だから、 お会いしてもらえないでしょうかはい、少し、そう、ですか。その後は、僕も用事があって。と、それじゃあ、岡部さんどうしたんですか岡部さんこんにちは。よかった。岡部さん、ここにいてくれて。えあ、本当だ。ごめんなさい。僕の方こそ。 気づかなくて。はい。あの、岡部さん。その、相談の件なんですけど。実は、その前に、会ってもらいたい人がいて、連れてきたんですけど。いいですかと、岡部さんその、前に話したことがありましたよね。お父さんのお客さんが泊まってるって。はい。 違うんです。正確に言うと、お父さんの知人が連れて来られた方で。それで、相談というのは、この人についてなんですけど。実は、相談というのは、そのことなんです。の、この人が、誰なのかを、その、知るには、どうしたら、いいでしょうか。 記憶喪失なんだそうです。岡部さんなら記憶を取り戻すいい方法を知っているんじゃないかと思って。ほら、岡部さんよく人間の脳とか記憶とかすごく難しい話をたくさんしてたから。だったら何か身元を調べることはできないでしょうか。かなさん、本当に辛そうで。岡部さん。 なんとかならないでしょうか。せめて、名前だけでも分かれば。防震所探偵さんみたいなものですかまゆりちゃん。えっと、うちに泊まっているお客さんで。<laughs> たまたまお店を覗いたら、売ってたから。大丈夫ですかかなさん。<laughs> あええあうん。の、大丈夫。 ですかそれで、その、なさんは、その、あまねさんの知り合いのカガリさんという方だったんでしょうかどうですかよかったです。名前だけでも分かって。あ、でも、それなら、あまねさんはカガリさんの本当のお家を知っているんでしょうかそうなんですか。 もちろんです。僕も、できることがあれば、何でもしますから。何でしょう。えはい。もちろん、うちは構いません。もちろんだよ。ね、かがりさん。うん。一緒にパーティーしましょう。はい。何でしょう。えどうして、ですか,ですかはい。わかりました。岡部さんがそう言うなら。あ、 マユリちゃんそれに、岡部さんもそういえばそうだったね。メリークリスマス。岡部さん、大丈夫ですかなんだか、顔色が優れないみたいですけど。そう、ですかだったらいいんですけど。本殿のお掃除をしていたんです。今日は、普段できないようなところも含めての大掃除なんです。 すす払いは先日やったんですがまだやり残しているところもあるのでかがりさんにも手伝ってもらっていたんですお父さんできたみたいってお父さんお姉ちゃんがいるじゃないですか手 <laughs> 伝うって未公ですかでもそんなの二人に悪いですしえっとごめんなさいでも せっかく楽しみにしてたお正月のパーティーが。<laughs> そうだね。僕も手伝うから、何でも言ってね。え、もう帰られるんですか僕、お茶もお出しせずに、受けましておめでとうございます。皆さんいえ、そんな。<laughs> はい。母があれも持っていけ、これも持っていけって。 詰め直してたら、こんな時間になってしまいました。すみません。あ、はい。えー、っと。First of all, we should purify our hands and mouth still. Please come with me. I'll show you how to do what at all. 明けまして。おめでとう。本当僕とかがりさんも手伝ったんだけど。 そう言ってもらえてよかった。ふふ。かがりさん、お母さんみたいですね。せ地に炭酸は、厳しいですよね。うん、うん、僕にもさっぱり。あかがりさんはじっとしてて、僕が片付けますか。岡部さん、僕、僕、送っていただいて、ありがとうございました。でも、 本当にいいんですか警察に届けなくても。はい、何でしょうえ父さんは、きっと大歓迎だと思います。わかりました。マネさんこそ、まだ起きてたんですね。そうですかあ。あ、あの、聞いても、いい、ですかマネさんは、 どうして、岡部さんのこと、オカリンおじさんって呼ぶんですかどうして、まゆりちゃんのこと、まゆ姉さんって呼ぶんですかどうして、フェイリスさんのこと、ルミ姉さんって呼ぶんですか僕のこと、ルカ兄さんって呼ぶんですかまゆりママって、まゆりちゃんのことですよねどうして、かりさんが、 マ,ユリママなんて言うんですかそうやって僕はまた蚊帳の外なんですか僕だって知りたいです僕だって皆さんと同じ悩みを共有したいんです教えてもらえませんか言うですか僕は救いそんなバラバラでいるより みんなでいる方が安心です。昨日の一件でわかるのは、襲ってきた人たちの狙いは、かがりさんだけで、僕たちに手を出すことはないだろうということですよね。あの状況なら、僕らのうち誰かを人質に取ることだって、できたはずなんです。それをしようとしなかったということは、あの人たちは、あまりことを大きくしたくなかったんだと思います。ボディーガード、ですか あの僕にも何か手伝えることありませんかガリさんが大変なのに僕何もできなくて岡部さんの力にもなれないなんてそんなのそれは薬飲みますかじゃあ僕が手伝うからすすみません僕手伝わない方がいいですかごめんなさい僕 聞くつもりはなかったんですけど、耳に入ってしまって。でも、大丈夫です。他の人には言ってませんし。それに、僕、ちょっとだけ嬉しかったんです。皆さんと秘密を共有できて、本当は、直接教えてもらえればよかったんですけど。でも、驚きました。タイムマシンとか、 未来とかお話の世界のものだって思ってたんですけど実現できるなんてさっき岡部さんが来る前に掃除しておきました他にあのですかあの時は僕も何か作るよあがりさんお茶飲みますかあ,あ、入れますねはいどうぞローズマリーティー集中力や記憶力が上がるって聞いて ケイーリーさんに分けてもらったんです。もしかして、美味しくなかったですか考え事そうですけど、そんなこと言われても。えだ、だだめダメですよそんなのだって、そんなの。だって、女の人と一緒に、お風呂なんて、そんな、入ってましたけど、それは、小さい頃の話で。 かかり、そ、そんな。最初からそうだって言ってるじゃないですか。どうなんですか未来の世界って、どんな感じなんですやっぱり、やめておきます。未来は、変えられる変えて、くれるシュタインズゲート、ですかチャンネル、変えましょうか。かガ,ガリさん、わかるんですかへえ。 すごいですね。僕には難しくて、何が何だか。あの、香がさん、もしかしてこの大学、知ってるんですかだって、なんだか、詳しそうな口ぶりでしたし。でも、今、実は、かがりさんの記憶のことで、気になることがあって、とは言っても、これが、 記憶を取り戻すことにつながるかどうかはわからないんですけど。はい。うべテレビで記憶の研究についての特集をやっていて、アメリカの大学で行われているものだったんですけど、それを見ていたかりさんが、まるでその学校を知っているような口ぶりだったんです。えっと、なんだか、 難しい名前の学校で、確か、ビクトル・コントルそうですその学校ですどうでしょう何か手がかりになりそうでしょうかそうですか。それじゃあ、はい。奥にある部屋で、ネズミさんを使った実験を行っているって。そうしたら、 その後、本当にその部屋での実験の様子が映って、と、詳しくはわからないんですけど、脳とか記憶とか、そんな研究をしているって言ってました。と、かさん、時々びっくりするくらい、難しいことを知っていたり、脳はテレビで、 記憶の捏造について放送していたんですけど、それも、なんだか詳しそうでした。話してましたよ。最近まではそれほど、この何日かで急に。あがりさんどうしたんですか痛いんですかはい。買ってないスプーンなら、確か流しのところに。あがりさんマイスプーンなんて、持ってましたっけ フカリさんが持ってたのって、ウーパーのキーホルダーだけだったような。何か、思い出せそうなんですかそんな、僕なんて、ただ話し相手になるくらいで。マヒリちゃん、時間。すみません。ありがとうございます。フカリさん、大丈夫なんですかフカリさん、落ち着いて。ここはラボですよ。様子が、変です。 はい。と、にかく上がってください。風呂、沸かしてきますね。岡部さん、違うはい鏡馬さん。僕にできることがあったら、何でも言ってくださいね。羨ましい、です。え、あ、だ、ダメです。僕にはそんなことできません。鏡馬さん。鏡馬さん馬。もしかして岡部さん。目を覚ましたんですか霊撃です 《ありちゃんフィリーさん逃げてここは僕よ僕な大丈夫ですから早く》《岡部さん本当に岡部さんなんですかその呼び方本物の岡部さん》<laughs> よかったさっきの話は》 嘘じゃ、なかったんですね。岡部さん、やりました。ローマさんに、教えてもらった、精神ザマ流の心への、おかげで、今まで、マユリちゃんや、みんなを、守って、こられ、ました。 仲間になれましたよね皆さんの本当の仲間になれましたよね <laughs> <laughs> 嬉しいな LINE や電話じゃダメなお話ですかカフェさんホーマーさん はいは、はいおか、あ、京馬さん京馬さん、どうぞ。はい精神残魔流の師範でもあるんですよ。それじゃあ僕も。すごい。自動的に答えてくれるんですね。つまり、相手に今喋っているのは岡部さんだって思わせるということですかえっと、その、 考えておきません。まゆりちゃん。その、僕たちが最後に、アマデウスさんを起動した時なんですけど、途中で通信が切られたんです。久しぶりです。マホさん。アリさん、不安ですかえ、僕は女子じゃ。すみません。脱ぎません。今すぐ脱ぎません。カんさん、カフんさん。 僕、僕、それに、とても親切なんですよ。く、早すぎて見えませんでした。あゆりちゃん、落ち着いて、ワクワクしますね。あ、それかっこいいでしょルトのバックルだよ、ナイちゃん。学校につけていったら、きっと人気者だと思うな。ロマンティックです。そうですね。僕も聞いてみたいです。僕もです。 カベさ,さん <laughs> 僕 <laughs> 僕 <laughs> はい今のは2010年の京馬さんの携帯アドレスへさっき取ったイタルさんのムービーメールは2011年の鈴葉ちゃんへですねその通りです不可能を可能にする人ですから